どうもこんにちは、沖縄の杉です。さあ今日もねやっていきましょう。ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ。はい、というわけでクチバシティ到着でございます。クチバオレンジ、夕焼けの色。あれ555、あれこのおっちゃん、なるほど、ワンリキすげえなで、はい、いたね、いたね、ゼニガメ。60? あれ今、あ、こっちは種類だ。こっちやね、今60いってないっけ。まだ50は超えてるんで、よし、ちょっと行ってくるっすあと2匹だから、上でちょっと捕まえれば60はすぐ行くしちゃおう。あれさっきこの辺りいっぱいいたんだけど、よいしょ、せーの、うわ、あ、逃げられた。はい、あ、これよし、あと1匹。あれあれはちょっと逃げられそうだから、遅かったかな。あ、いけた、よし、60いった。あ、違うわ、59、最初のね相棒がカウントされてないから。よし、あと1匹、これで60。よし、さあこれで60いってるんでいきましょう。さてと、いったよね60。あれ60いってない、あれおかしい、うん、あれ61、え、分かったよ、もうあと何匹かちょっと捕まえる。え、
これはすぐ逃げられるし。止めたのに。おい、落ち着け俺。何匹ぐらい捕まえた？とりあえず、66匹ぐらい捕まえればいいかな。育て屋さんに預けてるやつがカウントされてないのってことじゃないかな。多分ね、だからもう今行ったらもう行けるんじゃないかなと思うんだけど、とりあえず、おっ、見られた。こいつは難しいからやめとく。高速移動はいいよ。もうちょい出てこないかな。よいしょ、グレート。ガーディ多いな。あれ、よし、これは今日はちょっと、船まで終わらせるのは無理だな。無理っすね、無理っすね。あれれれれ、あと1匹、あと1匹。よし、よっしゃ、これで66。これで67匹目。
狙ってみました。さあ、これで多分67匹いるはず。ちょっとチェックしよう。うん、67匹。はい。これで大丈夫だと思う。絶対大丈夫。多分大丈夫。絶対大丈夫。うん。よし。65なんだ。うん。はい、やっとゼニガメゲット。うん、そこ行きたかったんですよ。うん、今日行こうと思ったの。はい、休ませます。よいしょ。うん、ポケモンのシリーズの中でこの看護婦さん結構好きよって。うん、硬い。硬いっすか、もう食えないな。石粒、せっかく育成してたからちょっとやだ。石粒ってもう他に持ってないよな、確か。うん、こいつ以外に石粒手が持ってないよ。ゴロン取られちゃう。どっかで捕まえてくるよ。すごいね。さて、またちょっと地図を見よう。現在地はこちらです。こう行ってここよりだ。うん、さて、ぐるっと回ろう。ここ？うちって。うん。分かってるっすよ。分かってるけどめんどくさいんだよ。あ、ボール買い足しておかないと。スーパーボール残り11個だか12個ぐらいしかなかったと思うから。うん、へえ。うん、ロケット弾ね。さて、ボールをちょっと買い足しておこう。スーパーボールどれぐらい買おうかな。50個ぐらい買っとこう。お小遣いだいぶ少なかったっす。一応普通のモンスターボールも30個ぐらい買っとくか。はい、もう小遣いの残り4600円。少ない。ちょっと
スーパーボール買いすぎた。あ、こっち行くとあれだよ、船だよ。で、11番道路ディグダの穴、ここなんだっけ。了解っす。で、どっかで自転車もらえなかったっけかな。自転車で交換券、交換。自転車もらえるチケットどっかでもらえなかったっけ。あれガーディ、うん、ペルシア、ああ。なるほどね。確かここだよな。九。すげえ。で、なんか可愛くて、ね、固まらんく、さらにもうすごすぎで、そう思う、うん、どうして好き、はあ、抱きしめて寝る時も素晴らしい、美しい、ありゃ話長いよ。あれ、ピカチュウ自転車ありがとう。ちょっと着替えてみようか。着替えトランクでピカチュウセット。おー、これはちょっと俺初めてなんだよな。ズボン、ピカチュウパンツ、靴、ピカチュウシューズ、バッグ、ピカチュウバッグ。ピカチュウに変えるって、ピカチュウはもうこのままだ、まあいいや。よし、とりあえずピカチュウ。俺自転車どこでもらえたっけ。確かこの町で自転車に交換できるチケットもらえたと思ったんだけど、違ったっけ。違ったっけ。ほう、で確かこのジムリーダーに挑むには、まあ、さっきちょっと通っちゃったけど、これをね、オースミラーチャンピオン、うん、はい、やっぱりサンタアンヌ号クリアしないと。ただ、時間的に今日はちょっと厳しくなってきてるんで、うん、一応クチバシティ探検ということで、今日はこんなところで一旦終わりします。次回は、はい、船をクリアするようにして頑張っていこうと思います。というわけで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。今回はバトル全然しなかったな。うん、まあ、それじゃまたね、バイバイ。